耐えて挑み直そう。マジか。いや、全員生き返った。どうなる？え、またここから？ちょっと待って。はぁ？はぁ？寝るわ、ほんま。ちょ、待て。ちょっと待て、それ。ミカルゲから始まる、サーナイト出そう。なるほど。エスパーフェアリーやからな。フェアリー技で終わらせよう。ほらームーンフォースじゃよし終わり。ありか、そんなん。やばすぎやろ。力技また来るな。毒好き、怖いわ、こいつ。やばすぎやろ。よし、ならば、ゴーカザルで、炎のパンチ、行こう。ほらー、よし、一発、ナイス。ガブリアス、基本変えるべきやな。力技なんだ？第一の力、やばい！いや、ゴーカザルでやられる。やば、ゴーカザルはまた、やろう。ゴルダック今いらんな。もう追ってくるべきじゃなかった。多分。すごくそれは感じるが。ゴーカザルと、間違えた。サーナイトをもう一度、生き返らせ。ゴルダックには盾になってもらったな。ごめんな。で、ガブリアスを出そう。今は。ほら、力技の激レンジャー！落ちてしまえ、ガブリアスなんて。こっちの方がでかいんじゃん。こっちの方がでかいんじゃんって、そういうことではない。ないんやけど。さて、トゲキッスやね。来ると思った。こいつら強いなぁ、相変わらず。さてと、バサギリだそっか、これは。岩石アックスじゃ、振り込んどけ。うん、しないっす。さて、ウィンディーね。祝神だよね。なんとなくわかる。なだれに二度されんの？なんでなだれに二度されんの？なっているが。ゴーカザル出す。これは、ドレインパンチゲー。うわ、マジか。残ってやがるぜ。残ってやがるぜ。あとは雷パンチで終わらせよう。残り一匹になったらなん、これで終わりか。ビルドアップ？は？じゃあトレインパンチでお願いします。よし。回復の薬？何悠長に使ってるんですかね。そんなの使ってる暇なんて与えれば。力技、インファイトされる。生きる、生きて、無理だ。
よし、じゃあ、あとは三本の矢を入れていって終わらせよう。で、ここまで来たよね。結構きつい。さて、次よね、問題は。ビシャーンってなる。やばすぎやろ。あ、ま、撮影してもらったやんか。ムービースキップ、あ、できるやんけ。しとこ。一度見とんねん、こっちは。こっちは一度見とんねん。そんな、そうなるて。うん。嘘！サウナイトになっちゃってるよ。ちょっと待って、やばいって。ま、なんで最初にサウナイト来んねんよ。無理！それ無理だわ。勝てるわ。ちょ、なんもできんかったって。最悪。残り1個。すごい傷薬をサーナイトに使ってキラテナと戦っていくしかない。よし、助かった。じゃあこれでムーンフォースでお願いします。うん、効果がないようだ。はっ、足りない。よし、攻めの力を弱まらせていく。攻めの力弱まらせんの言うな。やっぱ。よし。さて、ここまでは来た。次よ、問題。問題は次よ。問題は。うん。真の力解き放つ。また HP 回復してるやろな、これな。いってー、やめろ、そういうの。まあ、ここはガブリアスでお願いします。剣幕になってるけど。頼むで、当たれ。おーし、ナイス。終わってしまえー。早技される。いや、いける。いやー、かっ、逆剣幕が解ける。やばいな。ちょっとサーライト、いや、ガブリアス、もう一度出てもらおうて。それで終わらせよう。有効打がね、大してないんでね。また剣幕やね、包まれとんね。これ耐えるんであればちょっとやった方がいい。5回やから言うて。そういうことしちゃうよね。あ、ちょっと待って。よし、ガブリアスに満タンの薬を使っておく。あれー、怖えー。サーナイトはもうしょうがないな、これな。怖いな。シャドウダイブ終わらせた。よし、当たらない、ナイス。当たらない、ナイス。じゃ、サーナイトもちょっとやっとくか。そういうことよな。うん。こうなることはない。
こうなることはしょうがなくて。トシライス、溶けるならば、ガノセキアックス、頼むよ。ほらうん。急所に当たった、終わった。ってギラティナは思ってそう。今度こそギラティナをやっつけた。捕まえるチャンス捕まえるチャンス、いや、ほんまそれ。ビシャーンなんだなんだ、どっか行ったね。え、逃げるとは何度不甲斐のない。お前がアルセウスに挑むというから力を貸してやったというのに。時間空間の神を立ち狂わす、その年を引きずり出すために、時空の先目を開けるきっかけを作ってやったというのに。なぜだ、なぜなのだ、アルセウスよ。心あらば教えてくれ。古代神謡人の血を引く、私の何がダメだというのか。そもそもこの世界は創造し直す必要などないのか。このような時でも私は好奇心を満たさねばならない。ルコン TK さん、あなたには夢があるのか。ある。全ポケモンと出会うという。そうか、あるのか。あなたの夢はきっと私とは相入れない。私はポケモン使い。あなたはポケモンと共に戦うもの。私は結局一人でしたが、あなたは違う。ポケモンと共に夢を。私の物語の始まり、ギラティナから受け取ったプレートもくれてやりますよ。私の物語は今の敗北で終わりを告げるのですから。意外といい人。意外といい人なのであった。もののけプレートを受け取った。ゴーストタイプの石門。あるポケモンに使うとゴーストの力を得る。すべてのプレートを求めて達成。ありがとうございました。治水の地にあるとされるすべてのプレートが集いましたか。なんだ、なんら、何かの火が、光が、神なぎの笛が天界の笛に変化した。それは、まさかまさか、展開の船。アルセウスはあなたなんかと会うというのか、そのためにあなたを招いたというのか。くっ、見たくないのですよ。アルセウスとあなたの開口など。ましてや、あなたがアルセウスに勝利するのを認めるわけにはいかない。いつか、いつの日か、死水地方の時も、すべてのし、その謎を解き明かし、アルセウスに会ってみせる。いや、従えてみせる。何年、何十年、何百年かかったとしても。何百年、え？あの人怖い。なんだ？ん？神と呼ばれるポケモン、ガイロスよ。あるんであればガイロスよ。すべてのポケモンに出会い、神謡神殿の祭壇で増えよう。ああ、なるほど。なら今できんな。ってことはや。ちょっとここで、一旦レポート書いておきますね。怖いんで。エラー落ちするんだけめっちゃ怖いんで、ほんま。未報告タスク、7。じゃあ戻りますかね、一旦ね。あ、そう、その前にこれは。あ、これもやらんとね。こっちもやっていくか。ならば。うん。戻りましょう。やったー！とりあえず、終わりは迎えましたね。報告をお願いするのです。ビリリ玉捕まえとったか。ならば、今からは、まだ、捕まえていない。もう、捕まえに行く。そんな。回にしましょうかね。村に戻りまーす。多分これ色違いだよね。今のはサブミニウムのやつもね。やっていくぞ。お、戻ってきたら何か進んだ。ドラゴン TK！ ドラゴン TK！ デンスケどうしたよ。
聞いたが、群青の海岸のどこかに大きな影が現れ消えたそう、そして消えたそうだ。ドラゴン TK 君、大田さんと神王神殿に行って、その後は？カクカクしかじか、こんなことありましたよ。なるほど。いや、群青の海岸の影は、視界の裏側に追いやられていたという、ポケモン、ギラティナでしょうか。調査ですね。群青の海岸といっても広いからな、心当たりはあるのか？ギラティナの行方、あ、これをやろう。こっちを先にやろう。うん。こっちを先にするべきやね。なんでもかね。ギラティナの行方は？どこに行きゃいいんや、これは。群青の海岸で、群青の海岸どこや？こっちやな。ここやな。行こう。砂浜ベース。いやー、伝説のポケモン、あ、完全に捕まえる回になったんだ。どこに行ったらいいん、これ。あー、迷子のここじゃね？ここじゃね？迷子の洞窟とか。の、中にね、いるイメージが強いんで、あそこじゃねえなって思う。さて、行こう。迷子のところに行ってみれば何かあると思う。感じ的に。なんか飛んでらっしゃるよ。え、反撃、うわぁ、やばっす。ここら辺か？送ったのいるな。あれどこや？ギラティナの居場所は。ギラティナの居場所がわからない件について。迷子のとこ、あ、ちょ、なんか来とるしも。危ない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 。ああ、ほらこら、邪魔するんじゃないよ。つぼみ返しじゃん。よーし、ナイス。おう、いいね。タスクも多めんとあかんからな。マンタインがあるね。どこやろうな。隠れ泉への道。あそこかな？感じ的にあと、残ってんの。隠れ、まだ！ここや！ここやね！完全に気づいた。じゃあ、ここか。寝てらっしゃら。ほら、入っとけ。よし。ニュー、ライス？そこ、あ、あかんか。ああ、入る入る。ナイス。ナイス。さて、あ、なんかある。これはやっとこう。もう、そう。え？持ちきれなかった？何か知らんけど。なら一旦、捕まえてないポケモンのところにも行く。あ、ドクロークこの先いたよね。あ、待ってもいる！おっちゃまいるーってな。ポチャンポチャマじゃなくて、ポチャってなって、そうだね。ああ、入られるんだー、ああ、かーってなるほど。
そこじゃ。ほら、入ってしまえ。ポッチャマ。ポッチャポチャ。なったね。いいね。いいね。ほんといいね。最強だね。素晴らしいよ。ここ出てくるんやね。いや、なんかいる。ポッチャマじゃねえ、あれ、もう一匹。ほら、入ってしまえ。ナイス。いや、バレーで行く。まあ、いいや。早い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 。早いよ。お。いや、そっちじゃねえわ。何、どうしたらいいね、もう。ほら。落ち着け、このドクロックよ。よし。ファイブ投げてやるわ。イエイ、ドクロックゲットだぜ。やつね、ミュウですからね。やったね。よし、ならば、あ、なんかあった ?PP がさか。なるほど。これは違うね。よし。なんかここにあったですかな。あ、あったあった。いいね。さてと、これで、道具を持ち込めますか。ちょっと待って。なんか4本あったりするんじゃない？あ、いろいろあるやん。使っとく、帰る。一番レベルの低いやつ、まさきりかな。どんぐらいの距離もあるやん。これも使っとこう。激やめもあるやん。うん。どんぐらいの石ね。これは、今のところ、攻撃やね。うん。で、サーライトは、ここまで。よし。ジュライパーは飛んで、オッケー。動かせれば。オッケー、ナイス。これだとこう。ちょっとでも使いやすくするために。ちょっと待って、足悪い。よし。もう何もなさそうやね。じゃあ、下。置いていこうか。よいしょ。何達成する？ないっすね。もういないね。よし。入っていこう。レッツゴー。マザリの洞窟。ギラテナがいる。いらっしゃる。黒いところを好んでいるからね。え？どうしたギラティナ？何？どういうこと？つぶらない瞳でこちらを見ているギラティナがいるけど。ギガゴ？ギガゴ？びっくりしたーってなるわ。オリジンフォルムやで。アイアンヘッドちょっと一回やるか。何、レアなほど覚えているのか。やばっす。もう一回だけやる。オッケー、なら捕まえよう。もうこのままな。半分まで引けるわけやし。よし、さあな、言い換えて。催眠術じゃ、当たるんかな。当たったわ、ナイス。眠っとけ。当たらなかった。よし、ハイパーボール。入ってしまうや、ハイパーボール一発で。眠っているわけやし。よし、よし、ギラテナゲットだぜ。これで伝説すべて揃ったぜ。おそらく、ギラテナのいた場所に、輝くものを見つけた。大発見でも、マジかよ。
ギラティナに使うと力がみなぎり姿が変わる。光り輝く大きな玉。ああ、オリジンフォルムと、オリジンフォルムと、オリジナルフォルムね。に変わるやつやね。確かね。終わったでー。君と出かけたオロさんですが、一人戻って教えてくれました。ギラティナは、ドラゴン TK 社にかなわぬと知り、翡翠を守ることを選んだ。調査して図鑑に記録しなさいと。もう会うことはないでしょう。そう言うとボロさんはどこかに、あの人、ポケモン図鑑の完成を楽しみになされていたのです。そうなんよね。頑張れないわ、ありがとう。うん、うん、報告しますね。パチャパチャってなってるね。ありがたいね。うん。10匹か。進化させるのは1匹だけでいいんやね。調査続けますね。ちょっと進化させておこうと思う。ならば、1匹ポッチャマ。ポッチャマ1匹を。ポッタイシに。特攻いいのね。ちょっとこれは移動させておこうかな。寂しがりやったか。まあ、さっき見たけどな。移動させるの忘れとったね。ギラティナ、いた。この、ギラティナも移動させておきましょう。で、これはせっかちか。へぇー。まだいいかもな。まだな。まだな。うん。プラマイゼロって感じやね。じゃあ、そこまで休んでいきますか。禁止にされた時もいるわけやし。ギラティナに。でや。今からね、ミニウシのポケモンを捕まえに行こうと思うよ。で、ふと一匹思い出したのが、いるんよ。あ、いた、おーた、おら、ちょっと戦って、入れたいところ、警戒している。敗北一発、頼む、入ってしまえ、トゲピーメ。トゲチェックにするためにもう一匹欲しいな。ニュー、ナイス。やっぱいたな。もう一匹どっかいない？いないな。ペラッペーってなるやつがいる。ハイポでいけるかな？スーパーポールでもいけそうな気がする。よし、今！せいや、あ、かかった。まあいいや。ナイス！ナイス、ペラッピー。危ね。もう一匹だけでも捕まえとこう。捕まえる必要ないけど、今は。まあ、これでいいか。出られた！まあいいや。今必要としているのはペラップがもういいから。
新しく捕まえたいだけ。新しく捕まえられる やつがいれば揺れるだけよ。ボールにね。これは大事。これをやっとくべき。持ちきれなくってよ。なんか誰かいた。待ってましたよ。建築隊のより一さんを探して手伝いをしてください。キャンプを設営するため一緒に来たのですが、周囲の様子を見に行ったきりで、まだこの周辺にいるはずです。より一さんを見つけたら戻ってくるよう伝えてください。ああ、なるほどね。何かいる？ああ。喋ってる、助けてくれ助けて、助けて。くくるなぁ。体、体。ああ、ポケモンが喋ってる。喋ってる。大丈夫大丈夫じゃない助けてくれ。お助け。ペラパーペラパーかわいらしいけど。ああ、もういいや。捕まえられんのか？あ、ならもう捕まえとこう。最後で。捕まえるだけ捕まえていこう。どうも。一匹だけでいいんやけどね。よし。ナイスー。ナイスペラップー。ペラップーちょっと言いたいなるやつ。ちょっとだけ言いたいなるね。言いたいなるね。助かったよ。あんたのおかげで命拾いした。ポケモンが人の言葉を話すなんて聞いてないよ。おっかない。別におっかなくはないけどな。人気のない場所で声がしたら、お化けじゃなくてペラップだぞって。故郷でよく言われていました。より一さんを見つけてくれてありがとうございます。今、キャンプを撮影してもらいます。今更。ふんふん。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ペラップまた女。できたよ。俺の声を真似する嫌な気配を感じたけど、気のせいだよな。調査隊のあんたは恩人だ。キャンパーは好きに使ってくれ。今更感。あるけど。お、ラベン博士来た。眺めのいいビーチキャンプができましたね。何より水辺のポケモンを調査するには最適の場所です。うん。どっかペラップいいんじゃね？後ろらへん、なかったわ。一緒に風船ちゃんに体当たり。言われてましたか。やるか。24個よね。挑戦しよう。さて。どっからこれな。そこ。よいしょ。うん。いけるかな。マジかー！あ、無理やったー！ちょっと待って。これは。あ、ミスた。あ、下手くそか。無理やー、これは。それは無理だ。27個よね。うん。OK、ナイス。うん。あそこは虫かな。完全に。よいしょ、あかんかったー。そこまで。まあ、31個いけたからいいや。よかったよかった。
うまくいった。お疲れ様。今回また風船ちゃんを31個だね。なかなかやるじゃないか。そんな君にはこれをあげよう。ミガトンボールを3個。いらねえ。金の玉とハイパーボールね。なるほどね。でや。